去年県高校総体で特別賞を受賞しました。中学高校で力を合わせて心に届く演技ができるように頑張っています。今日は高麗通り線開通式典でこのような立派なステージで踊る機会をいただき本当にありがとうございました。吉田兄弟のストームの曲に合わせてダンス部新体操部合同で創作したダンス薩摩の風を披露いたします。これまで支えてくださった方々へのありがとうの思い、道路をつないでくださった方々への感謝の気持ちを込めて桜の間をこの季節に元気いっぱい踊ります。それではお願いいたします。そこ危ないからね。
校高等学校の皆様方でした。どうもありがとうございました。